黒木さん、はい。魔女役ということで、はい。魔女初めてですか？<laughs> そうですね。魔女役は初めてです。えー、はい。まああの魔法を使わない、はい、魔女さんですけれども、<laughs> そうですね。香水の力で魔法をかけるという、ね。はい。どんなふうに、はい、どんなとこ気をつけてあの演じられました？<laughs> そうですね。あの、えー、私七十、えー、過ぎの役をやっておりますけれども、三、え、十、ー、歳の役も、えー、出てきます。 ええ、その辺が魔女じゃないでしょうか。いや違和感ないですよね。<え>あの平子さん <あっ S 1> 違和感ないですよね。その三十歳の役いやっぱりそうですね。三十歳違和感ないですね。<laughs> え,ええ。ええ <laughs>。なるほどです。<laughs> <laughs> 難しい質問を <laughs> 難しくないと思いますよ、<laughs> だってそれだけ <laughs> <は>いだ若い役も演じていてセーラー服から老婆まで <laughs> やらせていただいておりますけれどもそういうところが、ま、魔女みたいに見ていただけると嬉しいなと思いますし <えー S 2> あとはあのコスチュームというかあの容姿が、ま、監督からの強いご希望であの白髪のウィッグをかぶりまして、えー、それでその雰囲気を出そうということで。えー あの監督のイメージ理想なさっているこうビジョンに近づけたかなと思ってます。ありがとうございます。もともと香水がお好きでいらっしゃると聞いてますけども、はい。はい あんまり日本の男性ってそんなにたくさん香水つける方いないですよねそうなんですよね男性の方あまりこう香水ねまとわれないですよね川崎<で>さんなんてすごくいい,、ええ、い,いねちょっとやめてください川崎さん香りつけてらっしゃる <laughs> 今日僕香水好きなので僕はそのこういうお仕事の現場でつける香水とプライベートでつける香水とまた分けてたりするので 自分自身につける時はやはり自分自身の気持ちが高揚しますし男性の方がつけているとあこの方はこういう香りが好きなんだっていうふうにい,いろいろな想像ができて<ー>男性の方がこれからもたくさんおつけになると嬉しいいななと思まますす参考にり今回映画初出演という中で曲を作られました。はい、でこの曲作りは スムーズにいきましたかえーとです、ね、この楽曲はまずもともとは主題歌のオファーをいただきましてで書かせていただきますという流れからこう演技も挑戦していただけませんかというオファーをいただきましてで本,当は本当にちょい役といいますかセリフもなくという役だと思っていたんです僕はやったことないので。 で脚本見たらすごく僕はセリフがたくさんありましてですねすごくびっくりしたんですけれどもい<や>あ,れあれまだいるぞまだだいいいるるぞぞみたいな驚きました、私もちょっとやっぱり通行人ぐらいなのかなと思ってたんですよ。はい、僕もそう思ってましたそしたらすごい重要な役で櫻井さん櫻井、えー、さんとのシーンが多かったですけれども、はいはい、どうでした、お芝居の方はあ<ら>川崎さんの。 そうですね。本番に入る前にあの本読みって、あのあのなんか、あのスタッフさんたちに囲まれながらこう。あの会議室みたいなところで、あの2人のシーンをやるっていう日を設けていただいて、はい、あの一緒に本読みしましたね。しましたはい、すごくお互い緊張して。<laughs> <laughs> <laughs> そう、あの結構地獄みたいな空気で, <laughs> <地獄 S 1> でしたね。はい <laughs> だけど、本番本当に自然に。 リラックスした感じで。そうですね。やられてませんでした。うね、もうすごく自然であの。その予想、あの監督ももういいです、すごく素敵ですって、あの。<laughs> 何度も褒めていらっしゃって、<laughs> はい、もうどんどん上達されて。らら最後のシーンが素晴らしかったんです,ですね。はい、あの、あの。黒木さんは川崎さんのお芝居見てどうでした。<laughs> いや、私あの、本当にこの間お話をしていた時に。初めて。で <laughs>、はい、伺って、はい、もう。 いや全然初めてっていうふうに、あのー、思わなかったです作品を拝見したときに。はい、で、はい、それでね、はい、この作品をきっかけにまたドラマの主演が決まったそうなんですよね。てよね <laughs> でそれも伺って本<当>やっぱすごいなって<ょ>思いました。いやいや僕, <laughs> 僕の尺長くなないでで <laughs> ですすすか主主演演よあらそうなんですね <laughs>